皆さんこんにちは、こんばんは、ラピ TV です。2023年11月15日、太陽に現れた全長70万キロの巨大宇宙船3船を今日はご紹介したいと思います。こちらはケイシが昨日見つけて送ってくれた情報です。そして私も本日ヘリオビアで見つけました。私とケイシは毎日このヘリオビアで太陽を観測しております。何か不思議なものが見つかり次第スクープ速報として皆さんにご紹介したいと思います。今日はスクープ画像を3選皆さんにご紹介して、最後にこれが現れるところも映像でお見せしたいと思います。長くなりましたが写真の方からです。どうぞ。こちらがそのまず私が11月15日見つけた、今度は下に現れた全長、これが280万キロ、一番でかい UFO となります。巨大宇宙船ですね。これを、まあ、前回投稿しております巨大宇宙船のこの葉巻型は、この左上方向、太陽の左上方向に現れてましたよね。今度は右下方向に現れているものが11月15日にはっきり現れている、これがヘリオビアの写真となります。そして次がこれです。これがケイシが11月14日2023年、最近ですよね。今日が16日なので、2日から3日前の映像となります。このヘリオビアの、まあ、リンク概要欄に貼っときますので、この設定で皆さん見てみてください。誰でも見ることができます。これがバースケールです。約、まあ、70万キロ全長、羽の長さまで入れるともっと長いと思われる。これが70万キロです。最高に大きいのは、あの先ほど現れた葉巻型のこの倍あります、まあ、倍以上ありますね。これの倍以上あります280万キロの、まあ、UFO ということになります。そしてこれが、まあ、はっきり間違いなく、こちらは翼を持った、まあ、ブーメラン型といいましょうか。真ん中に胴体がありますが、こういった UFO が月の太陽の下側を通過するところだということになります。今回はこの映像です。最近頻繁に現れております。これは昨日、その前々日に現れたものです。もうほやほやの最新のスクープ映像をご覧に入れております。そしてこれですね、まあ、これでだいたいスケールで測ったところ70万キロの大きさがあります。ヘリオビア .org のリンクは概要欄に貼っておきますので、皆さんもぜひパソコンまたはタブレットで見てください。設定は2013年11月14日07時13分ちょうどです。そして双方ラスコ C3 に合わせると見ることができます。そしてこれです。で、これが地球の大きさです。見てください。地球はまるで人炭の粒のような大きさになります。地球の直径が1万4000キロから見ると、こちらが超巨大だということがわかると思います。それでも今日見つけた3船の宇宙船の中でも一番大きいのは葉巻型で280万キロ。信じられない大きさですよね。こういったもの、これがまあ140万キロの倍、280万キロあるものが2機現れております。これも手前側、そしてこれが遠くの方に待機して2機、この平行に並んで、まあ、現れた瞬間です。この距離はかなり、まあ、280万キロぐらい間隔を空けて、まあ、いるというところで、まあ、この280万キロ離れてもこの大きさ見える、この巨大な、はい、葉巻型 UFO であるということがお分かりになると思います。そしてこれです。これはこの歪みで、これカメラの歪みで今度こう段差があるように見えますが、これはつながって一直線ですね。この辺先っぽは丸い感じの葉巻型 UFO であるということがお分かりになると思います。
そしてこれ、そしてこれです。最後に貴重な動画を皆さんにご紹介しますので最後まで見てください。そしてこれが2013年昨日現れた、今日は16日に投稿しております。11月15日昨日の11時48分この太陽の下側に現れたものです。実際の太陽の大きさはこれですね。はい、太陽の大きさ、直径が約140万キロ。そしてこの黒い部分はフィルターでかけられておりますので、太陽はそれより小さいということになりますので、これ140万キロあります。ということは、これと変わらない全長があるものが太陽の裏側にこう回り込んで消えていっているところの貴重な写真。これは私が見つけたもので、2023年昨日、11月15日11時48分08秒に現れたものです。この設定で見ることができます。最近2023年11月頻繁に太陽の周りに現れている巨大宇宙船、果たして彼らは何か太陽で異常現象が起きているのでしょうか、それとも太陽の縄張り争いをしているのでしょうか。いろんな形の宇宙船が現れております。どれも70万キロ以上の全長を持った巨大なもの、一番大きいものは280万キロ、今日現れたもので一番小さいものが70万キロです。そして240万キロ、280万キロということになります。あくまでも、まあ、推測ではなく想定のこのゲージを使っての範囲で、まあ、手前にあるか遠くにあるかによって誤差は出ますが、かなり70万キロから280万キロの UFO が現れているということになります。これが70万キロの大きさです。そしてこれが太陽が直径が140万キロというふうになるものを、今日はこの3線をご紹介しております。実際にヘリオビュアでお見せします。これが実際の映像です。これが70万キロの太陽の裏側に消えていったものです。そして次が、これが2023年11月15日に現れた葉巻型の UFO です。この動画も、まあ、前々日投稿して、上に現れたところも投稿しております。今度は下にも現れております。完全にこれが一番巨大な280万キロある葉巻型の UFO だということになります。そしてこれが、まあ、先ほどの3つ目のものですね。はい、これとこれが、まあ、ケイシが発見して送ってくれた情報で現れたブーメラン型の、まあ、UFO が、これもよく太陽に現れてます。その下方向を通過しているところです。そしてこれがその通過した後に現れた巨大な、その倍ぐらいある、今度は280万キロの一番大きな葉巻型 UFO だということになります。そしてこれが70万キロ、これでもかなり大きなのに、なんとこれの3倍ぐらいある、いや2倍かな、3倍ぐらいある、まあ、巨大な UFO が葉巻型 UFO であるということで、私が見た中で一番巨大なものはこれだということになります。これが引いたところです。実際に現れたところをお見せしております。そしてこれも引いたところがこれです。これが、はい、太陽の直径が140万キロ、何度も言っておりますが、この太陽より、まあ、ちょっとかなり下ですが、約どれぐらい離れてますかね、140万キロ、280万、まあ、300万キロぐらい離れたところを飛んでいるといった巨大な UFO だということになります。それでは最後にまとめた動画を見ながら、皆さんにナレーションで説明しながら終わりたいと思います。果たして最近頻繁に目撃される太陽に現れるこの巨大 UFO たち、果たして NASA はこれは確認しているのでしょうか。全くコメントをしませんよね。あまりにも地球人にとって脅威になる、信じられない、まあ、全長の巨大 UFO なので、 NASA はもう見て見ぬふりをしているのでしょうか。これに対しての説明コメントは全く探していますが、見つかることはありません。
はい、これが、まあ、連続映像を皆さんにお見せします。はい、今通った筋のようなものが見えますよね。ここにも何かが通っております。はい、こんな感じで、そしてここに透明の何か四角い物体のようなものまで見えます。次です。現れる映像を見てください。下の方に注目。他のところにも白いものが点々と現れているのも UFO です。はい、今右横、はい、これもそうです。もうすぐ現れます。下の下にバーと時間が出てます。日にちと時間が出てます。もうすぐ現れます。一瞬ですので見逃さないようにしてください。全体に点々と、はい、今現れましたね。点々と現れているのも UFO だということになります。右横方向にずれていっているのは惑星です。はい、はい、右横方向現れましたよね。皆さん何度もでも見たい方は、まあ、YouTube を、まあ、2分の1倍速ぐらいで、まあ、遅くしたり早くしたりできますので、まあ、ぜひ何度か見てみてください。こういった感じで、ぜひこのヘリオビュア .org のリンクは貼っときますので、皆さんぜひその目で見てください。今回は太陽シリーズずっと観測しておりますので、ね、11月に頻繁に現れております巨大 UFO、 NASA は全く見て見ぬふり、情報を提供しませんね。公式に発表しません。確かにこれが現れているということです。見間違い、ノイズとかではないということがお分かりになると思います。 V の字をしたノイズはありません。皆さんどうでしょうか。こういった感じ、はい、これ今現れたところの拡大映像をご紹介しております。この3つ映像を入手しましたので、それを見ながら、今ナレーションも入れながら皆さんに最後にご覧に入れております。左下方向、ここの部分に日にちと、はい、時間が出ております。こんな感じで、まあ、動画もね、ヘリオビュアでそのダウンロードすることもできますので、ぜひ使い方を覚えて、また皆さんもぜひ見つけたら私の、まあ、コメント欄にコメントしてください。そういったわけで最後になりますが、この全体映像を引いたところを見ながらお分かりしたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。最新スクープ情報、太陽に現れた超巨大 UFO 参戦を今日はご覧に入れました。また次回お会いしましょう。ハッピー TV でした。ではまたです。